はい、どうも、皆さん、こんにちは。ゆうちゃか TV のゆうちゃかです。今回はですね、今、12月の後半ということで、今年も最後の方なんですけれども、今年最後のトミカが発売されたので、そちらの方を紹介していきたいと思います。それがこちらは、ロータスアリーズスポーツ222。イェーイ、ふふー。はい、というわけでね、今回買ってきたのがこちらのロータスアリーズスポーツ222と なっておりますね。で、トミカナンバーは72番となっております。では早速開けていきましょう。では早速こちらの方を見ていきましょう。こちらの方を見てみると、画面で見た時に思ったよりも色が濃いんですよね。で、ボディキャラの方は黄色となっておりますね。では早速周りの方を見ていきましょう。周りの方を見てみるとこんな感じとなっています。内装の方が黒く塗られているところが、トミカらしいですね。では早速フロントの方から見ていきましょう。フロントの方を見てみるとこんな感じとなっていて、やっぱりクオリティがすごく高いですね、トミカ。さすがスポーツカーですよね。これ僕初めて見た時にすごくかっこいいと思って乗ってみたいと思ったんですけど、今生産終了しちゃったんですよね。で、ライトのレンズの方は銀色で塗りつぶされていて、ここにロータスのエンブレムがあって、そしてここにロータスエリーゼ222特徴の空気の取り入れ口がありますね。で、グリルの方はこんな感じとなっております。ではサイドの方を見ていきましょう。サイドの方を見てみるとこんな感じとなっていて、僕が見たことあるのはほとんど屋根の付けた状態の車なので、この屋根がないのを見るのはすごく新鮮な感じがしますね。で、タイヤのホイールの方は黒く塗りつぶされております。で、後ろの方を見てみるとこんな感じとなっていて、若干デザインがマツダのロードスターっぽいですね。で、ここにロータスと書いてありますね。で、こことここにウインカーランプがあって、その外側に一つずつテールランプがありますね。多分テールランプがこの位置にあるから、さっきマツダのロードスターっぽく見えたのかな。で、上の方から見てみるとこんな感じとなっていて、ハンドルは左ハンドルとなっておりますね。で、下の方から見てみるとこんな感じとなっております。で、こちらのロータスエリーゼ、サスペンションなどのギミックの方はついておりません。それでは今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひお待ちしております。Twitter、Instagram の方のフォローも概要欄からお待ちしております。それではまた次の時間に会いましょう。